私たちは単に人々を裁くために来たのではない。私もまた人を裁くために来たのではない。私は人を許すために来た。あなた方もまた人々を許すためにこの世に来たった存在であるはずだ。人間は罪深き存在ではあるが、真理に気づき、目覚め、生き切ることによって許される存在でもある。 単に裁いてそれで良しとはしない。我らは許しを与えんがために来たのである。救いのために来たのである。私は多くの人類の罪を許す権限を与えられてこの地上におりました。そして今その仕事を 開始しているのですさあ多くの迷える人たちを救おうではないか迷える衆生を救おうではないか一体何人の人を救えばよいというのか全ての人である当然のことです一切の衆生を救わずして仏の対岸成就はありえない 悲願は一切のすべての人の救済にある、今世生きる人も、地上を去って地獄に苦しむ人も、来世に生まれてくる人も、全ての人類の救済こそ、我らが悲願である、そのために幸福の科学は作られた。 これを人間が作ったと思うな。神が作られたのだ。神が人類の罪を許すために、その対岸のために作られたのだ。伝道の目標はあろう。しかし、私は言っておく。その目標は目標であって目標ではない。最終の目標は全ての人を救うことである。全ての人を 神の子とをして目覚めさせることである全ての人を幸福にすることであるそれ以外に我らが仕事はない今この4月我らは本来の仕事に取り掛かったこれよりのし 心には甘えは許されぬ強くありなさい強き者であってこそ優しく人々を救うことができるのだあなた方は強くなければならない強いからこそ人々を救うことができる強いからこそまた優しく接することができる己に優しくありたいと思う心を捨て去り強くありなさい正しくありなさい会いに行きなさい真理を学びなさい そして、よく反省しなさい。そして、無限への向上の道を共に歩むのです。頑張ってまいりましょう